これをご奉公じゃ。では奥方と姫たちをの命に代えても頼みますぞ。さらばじゃ。しか来るべからず、一つ妙不次を奥方お一の方並びにお三方の姫君を小田方へ引き渡されること、またこの時をもって休戦を打ち切るべきこと、明日の合戦は浅井家最後の一戦なればよろしく。お城と共に討ち死にするか。逃げんなら今のうちじゃ。いえ、この後に及んで何を。おい、貴公は。もとより城を枕じゃ。おい、貴公は。あ、御主君には馬前に死なねばならぬお情けを被っておる。おい、貴公はどうじゃ。言うまでもない。たってしょもじゃ。逃げるか討ち死にか、言え。討ち死にじゃ。早て。お主はどうじゃ。俺か。俺は討ち死には嫌だ。何？なぜだ。いや、別に理由はない。ただできるなら俺は死にたくないのだ。人品人って我々組むか。うん。俺は欲の深い男だ。今日までが俺の一生だったかと思うと、急に俺という奴が哀れに思い出したのだ。あいつ、いい度胸だ。その光源、本物かどうか鏡や英治が試してやる。一緒に死ぬのは惜しいはずだ。とっとと伏せろ。このまま城を抜け出せ。抜け出すんなら小屋のうちだ。俺は逃げたいとは言わなかった。何？討ち死にはしたくないと言ったのだ。
この城に残れば討ち死には覚悟せにはならぬ。それとも敵の虜となって生き恥をさらしたいのか、貴様。お主はどうする。俺が。俺はこの城と果てる。貴様と違って俺は鹿三代にわたって恩義がある。明日はこの槍のお先がボロボロになるまでついてついてつきまくって。俺は羨ましい。この城と共に果てる覚悟のお主が羨ましくなった。俺もそのような城が欲しい。馬前に死して国内主君が欲しい。ではなおさらのことだ。すぐ逃げろ。逃げてそのような主君を探せ。しかしお主の覚悟を聞いて俺は逃げる気にはなれん。我ながら不思議な気持ちだ。部屋を置け。貴様と俺とは行く道が違う。どうせ捨てできるのは命ならどこを落ち延びることだ。それとも逃げたくない別の何かが、何かがあるのか。女だな。そうだろう。バカなやつだ。それならば女と共に逃げろ。女連れなら帰って身の安全かもしれんて。行くぞ。逃げる道は一つ。空堀の西だ。明日になって命がないぞ。おい、なぜ夜兵士をやらなかったんだ。ん、やるどころか危なくやられるところだった。ほう、逃げるなら一緒に抜け出さんか。ん、俺もこんな城の犠牲になりたくないからな。ん、お主は夜兵士を偽るためにうちにするときっぱり言った。嘘の方便での。なるほど、そういう世当たりもあるか。何をせよ夜兵士をやらなかったのはお互いに都合が悪い。あいつはケチなやつよ。人の生きるのが憎いんだ。違う、仕事誓って逃げるやつが悪い。夜兵士はそれが憎いのだ。それが証拠には俺には逃げろと言った。じゃあ何でその時逃げなかったんだ。死に決めないのにバカなやつよ。まあお互いに何年か無駄働きをしたら古も捨て石だ。みんな寝静まってから空堀の上で会おう。空堀の中に抜け道はない。いいか。おお、女だな。五本丸の山根様から急なお使いでございます。どこへ。な、脇坂様のご家中、さっさ早手の助様へ。おお、しかしよく参られたな。中野丸には敵がおるはずじゃが。小谷山を回って。おお、顔に似合うの強気な女だな。そのさっさと申す者は過方者じゃ。思わぬ引き出物ただじゃ返すまい。お嬢中、覚悟の上か。お通しくださいませ。いや、通さんとはいらん。しかし我らも今宵限りの命だ。根性の名残に尺など願いたいが。お通しでは。いや、大真面目だ。抱いて寝ても苦しくないぞ。負けた。取れ。立った立った、早瀬の助。ここだ。おう、本丸の山様から急なお使者だ。女だ、すぐ来い。さて、明日の合戦に遅れをとっては一大事じゃ。一休みするか。
浜殿。どうしてこんな場所へ一人で。何のために来たのです。わかりません。ただ、私、明朝早く奥方様のお供をして、お田方へ参ることになりました。それで。おう、それは何よりであった。いや、それでともかくあなたの命は助かる。あなた様は。お事故にはすまぬが、ここで死ぬ気はない。明日戦うだけ戦って、落ちられたら落ちる。それでやっと肩の荷が下りた。いや、あなたのことがよほど気になっていたものと見える。私のこと、そのように。私、やめます。織田方へは参りません。何を言う。私、ここにいたいのです。バカな。いいえ、私、ご一緒に死にます。拙者は死ぬとは言っておらん。生きる限り生きるつもりだ。では、お城が落ちたらどこへ。どこへ。信濃へでも飛び込むか。諏訪の寺に知人がいるが。信濃といえば武田様。うん。お役目が終わったらきっと信濃へ参ります。早瀬様。中野丸の敵が大谷山を押さえた。何。ではもう本丸へは行けんのか。どこにも行けぬ。俺たちはこのまま締め殺されるんじゃ。織田は咎めどころか。では人目につく。置いてこい。
捨てると夜が明けるぞ。しかしどこから逃げる。俺に抜かりはない。空堀の西に誰も知らない抜け道がある。ところがそこには野兵士が立っている。何？バカだ。あれが野兵士のはずがない。野兵士は確かに眠っていた。しかし俺はこの目で見たのだ。今しがたこの上走っていく野兵士を。くそ、こうなったら野兵士を切って逃げるばかりだ。野兵士が二人でならば。俺は嫌だ。何？俺は野兵士を切る気にはなれん。あいつはいいやつだ。そんなこと言ってたら自滅するばかりだ。ジュローだ。何？頼みがある。この人を連れて逃げてくれんか。この人を連れて逃げれば野兵士は俺だと思って見逃してくれるだろう。これより他にお主とこの人の逃げられる策はない。 お主はどうするんだ。俺はあんないい奴を見捨ててここを逃げられん。なので。いいか、どんなことがあっても口を聞いてはならんぞ。それからどんな場合でも拙者の後から離れてはならんぞ。
盗人。あ、カノ。カノ？カノ。助かるめえな。おい、誰か殺してやれ。物を取るばかりが能じゃあるめえ。何も孤独だ。よし、俺は死な。こんな邪魔になってもまだ助かりたいのかい。ほっとけ。死ぬのなら勝手に死ぬ。お、ちょっと待ち。お父さん、やっぱり連れ立ってみようよ。ゲームね。だってここまでこの傷で落ちてきたんだ。案外使えるかもしれないぜ。そうさな。助けてみるか。おい、どうせ助けるなら大事に欲しい。死骸じゃないんだよ。危ねえもんだな。途中で海へ投げ込むことになりそうだね。されなくてよかったな。なんだってそんなに人をじろじろ見るんだ。ちっ、寝ぼけてんだな。俺を一体どこへ連れてくつもりだ。任せておけよ。お前さんの命はもらっちまったんだ。煮て食おうと焼いて食おうとこっちの勝手だ。どこへ行くんだ。うるせえな。平野山奥だよ。大勢いたがどうした。やに大変な口聞きやる。みんな島の上で昼寝してるよ。島？一体ここはどこなんだ。沖の島さ、四季送って流されたんだ。もう丸二日、こうやって波の静まるのを待ってるのさ。丸二日？腹すいたろ？お食べ？お前、足掛け三日眠り続けてたんだよ。三日って、あれから。織田の手でだな。あの歌の人たちは？雑兵どもの行く先だけについて回る油虫だ。どこまでもあの人たちは。
田隼人のことか。やめろ、あいつはもう死んでしまった。私、お別れするのではなかった。どこまでもあの方のそばに。させ、この世の中で繰り言は無駄だ。十郎太様、私はもうこれでお別れします。別れる、なぜ。私、伊吹山の麓に身寄りがございます。それ一人で。それは無謀だ。第一、それじゃあ正直言うと俺が困るんだ。こうして二人連れ立っておればこそ、お互いにも怪しまれずに済んでいるんだ。まあ、もうしばらくの辛抱じゃ。待ってきよった。さあ、歩こう。こうやっておっては人に怪しまれる。化け物のような面のどこに見どころがあるのか。殿も物好きな。おい、強情もいい加減にして素直に仕官すると言え。本来ならいきなり切られるところを殿の物好きで、いや殿のお情けで命は助かったん。ありがたく思わんて。何をこ。この俺の顔は才のものだ。お谷の城のものだ。誰がバカな。くらえ。よし、手だけほどいてやる。飯だけは食うのか。そりゃ浅井の飯じゃないぞ。首をはねられる時の用意だ。せめて首だけでもしぶきを上げて勢いよく逃げるほど飛んでやる。早く食らえ。水の食え。贅沢なやつだ。あれ、そもそも今の世の中に生きていくためには何が必要だと思う？まず勇気だ。そんな変な顔をして俺を見るな。俺の言う勇気はお前の考えている勇気とは少し違う。俺の勇気とは立身出世のためにはどんなことでもする勇気だ。平気で卑怯者にもまた裏切り者にもなれる勇気だ。強い奴には犬のように尻尾を振り、弱い奴には狼のように牙を鳴らして飛びかかる勇気だ。あんたにはそれは無理だ。何？あんたにはその勇気はねえ。俺は。あんたは口先だけだよ、その証拠は。心に思ってることの半分も言えねえくせに。まああんたには誰か一人貢献役がなきゃダメだね。何とでも言え。酒の魚に聞いてやる。ねえ、悪いことは言わねえ。柄にもねえ大きな望みは持たねえで地道に終えなさい。できれば刀も槍も持たねえよかった。その方があんたには似合いますよ。まあお聞きなさい。こんな世の中だ、野心を持つなと言ってもそれは無理でしょうが、どんな人でも野心が持てるとは決まっていない。本当に野心が持てるのは
男の中でも特別のやつですよ。よし、行ったな。見ておれ、あと1年、1年後に会おう。立花十郎太がどんな男か、本当に見せてやる。嫌だ嫌だ、また戦か。武田が明智城を攻めた。いや、もう攻めようとしたということじゃ。ほう、今度はいよいよ武田党だか。えらいこっちゃのはやて、今何見た？今雪を見ていた。嘘つけ。嘘？そうさ、お前が今見ていたのは雪なんかじゃない、もっと別なもんだ。さあ、おい、言えないのかい？そうさな、かのかもしれん。バカ、女なんかじゃない、もっと変なもんだ。変なものか、違いない。俺が今見ていたのは夢だ。夢？うん、大きな夢だ。どんな？まあ聞け。お前お城の天守に登ったことがあるか？じゃあ高い山へ登ったことは？山のてっぺんに立つのは大好きだ。よし、高い山の上に立つとどんな気がする？目の下にいつも見上げている高い山や雪を見下ろしたとき、どんな気持ちになる？大きなわしになったような勇ましい気持ちになる。うん、それから？大きな声を上げて叫びたくなる。それから？両手を広げて飛びたくなる。うん、俺が今見ていた夢はそういう夢だ。お前にはこの平の山は小さすぎるんだね。うん、お前いつかこの山を捨てる気だね。うん、ふざけるなも知らず、なんだかんだ勝手なこと言いやがって。お前は死んでたんだぞ。死んだはずのお前を助けたのは誰だ。なめて真似をすると生かしておけないから、畜生。そんなにこの山から降りたければ降りてもいいよ。近いうちある仕事でこの山を降りるんだ。あたいたちと一緒に降りて一緒に帰ってくるんだよ。また一働きやってもらいて。明智城が落ちたとすると次は高天神城だ。この喧嘩、織田が勝って出りゃ俺たちの稼ぎ時よ。はやて、今度はおめえにも言ってもらおう。
不服なのか。傷はもう治ってるはずだ。物取りの手伝いは困るな。何？お、なぜ嫌だ。言ってみろ。盗みは嫌だ。盗みは嫌で戦商売を死だっていうのか。これバカ野郎、侍がなんだ。あいつら戦をやらかして国を盗む大盗人じゃねえか。早瀬、お父さんに関わっていけない。黙ってろ。やや、お兄さん、前に出ろ。てめえを助けたのは誰だと思ってんだ。その恩を忘れて仲間に入るのが嫌だとよくも抜きしやがってな。取り違えねえな。おい、対処するな。お父さん、お父さん、止めるな。こいつの命は俺の勝手だ。早瀬は私が助けたんだ。お父さんの勝手にはさせない。俺を、お前はなぜ俺をかばったのだ。お前にかばってもらったおかげで俺はこの小屋を去れなくなってしまったじゃないか。はやて、お前どうしてもここを逃げたいの。逃げたい。命にかけても俺は逃げたかったんだ。バカ、逃がしてたまるか。一緒に行かない。小屋に残ってる。それを知らせに来たんだ。当時は俺をどうかしようというのか。帰ってくるまで逃げないで。あやて、私の命をあげる。必死になっておめえをかばう気持ち、親の俺にはよくわかる。俺はお寮のやつが一らしくってな。だがおめえが命にかけても仲間入りをしねえってことになれば話は早い。俺たちは不思議な巡り合わせだったが、やっぱり縁がなかったんだな。これはほんのろぎんだ。これで黙って山を降りてくれ。それが何だ。俺の口じゃねえか。あえて、これはどういうわけだ。あえて、なぜ黙っているんだ。俺よりやつがまさか。
かわいそうにな、ハヤテのやつ。そうよ、親分に盾をついて無事に済んだ試しはねえの。知らねえってのは恐ろしいもんだ。今頃はハヤテのやつも。お黙り。あれは何だ。あれは何だ。本当の役人かな。いや、そうじゃねえよ。あれは賊だ。あれは物取りだよ。バカ野郎、物取りならこっちが場所だ。おう、みんな静かに。お前たち琵琶湖の人で何年飯食ってんだよ、その月目。でもこっちは水の上はバチ。お黙り。あんなドブネズミに脅かされてお前たち引っ込むつもりかい。それでお前たち当時の仲間だってのかい、バカ野郎。残すと気がつかなかったんだ。こいつがね、船に慣れてやがって、もう船も人数も助かったやつは半分なんだ。それでよくてめえら帰ってこられたもんだ。いや親分、相手はみんな水の底だ。その代わりね、頭だったと連れてきましたよ。なぜ切らん。切るにゃおし、まあ見てくんなれ。どうです親分、これがノブシの頭だったんだから呆れるで。いくら親分が女嫌いだって一目見せずに切る気にはならねえ。いやい、人の顔ばっかり見せねえでてめえの顔も見せたらどうだ。噂に聞いたおめえの顔と地獄の鬼の顔とどっちがいい男ぶりだか比べてみてんだよ。呆れた女だ、おら。切られて笑ってやがる。女は消せ。親分、女を切ったんじゃねえんですけ。消せ。女に用はない。
肺が逃げた。食うか。なぜ顔隠すのさ。お前さん本当は優しい人らしいね。すぐ出ていく。少し聞きたいことがあるんだ。お前の探している男のことだ。確か流行ってと言ったな。熱に浮かされてる相手にも何度かそう言ったが。うん、流行って。流行ってなんて言うんだ。流行ってのすけ、さっさ流行ってのすけ。やっぱりお前知ってるのかい。今どこに。それは知らぬ。知っていたのは昔のこと。いいやつだった。ねえ、こっちを向け。そして聞かせておくれ。ハヤテのこと話しておくれ。ねえ、お前さん今あの人のことをいいやつだって言ったね。ねえ、お前さん本当にそう思うかい。え、うん、あいつはいいやつだった。死んじゃったと思ってるのか。カノは信濃へ行った。どうしても早瀬という人が諦めきれんと見える。死んだのじゃおいまじで。どんなだ。そういうお前さんも離婚じゃねえ。何見たところ出世もしていないようだな。まあ見ておれ。侍は戦がなければ出世のしようもない。お前にしても闘志がなければ刀は研げまい。磨いても物にならん刀もある。これが生蔵か生蔵でないか。まあ無理はしねえこった。死んだら元も子もねえ。他の連中がみんな討ち死にしても俺はしないよ。誰でもそう思ってるんだ。まあ見ておれ。しかし本当にどこ行ったのかな。来るのも出し抜け、行くのも出し抜け。あばらな。何？小高竹田か、それもわからんのか。それで人を探そうというのか。おっと、こちらに。名前も聞かないし、何だい。名前を聞いても始まらぬわ。小高竹田でも総勢3万8千だ。さっさ早手のして。聞かんな。どちらの家中だ。武田と一口に申しても総勢3万5千。ごめん。じゃあ開けろ道を。主も死んだんか。うん、
わしも死んだんだが、この初戦勝ちたいの。天正三年5月21日の朝焼けは夢のように美しかった。そしてこの日の武田の攻撃もその空のように美しく儚かった。それはどこか颯之助の夢に似ていた。果ての夢、武田はまだ夢から覚めない。武田勝頼はこの日、日の傾くまで見果ての夢を見続けた。終わった？ああ、味方の大勝利だそうな。本当か、それは。ああ、今、殿のところへ堺の隊から報告があった。しょう。ほう、味方の勝利と聞いて、なぜ怒る？これが喜ぶと思うか。俺たちは一体この合戦で何をした？俺たちはただその堺の隊の尻にくっついて、ゆべから山を登ったり下ったり、逃げ飯を見つまり食っただけだ。おい、どこへ行く？敵を探しに行くんだ。カブト首をな。俺はな、戦をしに来たんだ。握り飯を食いに来たんではないわ。
待て待て、首は取らせる。待て、待て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 、ブースに寄ろう。シャーコーや、ちょっとお母ちゃん呼んできておくれんか。どうも後ろの方は一人でそれんわい。おらが家には金目のものは一つもありませんがの。いや、物取りではない。空腹などで無断で井戸の水を呼ばれた。おー、そうかそうか。食べるものなら台所に何ぞあるやろ。勝手に探して食っていかんしたね。おじい。はい。剃ってあげようか。小田様のご家来ゆうかい。いや、落ち武者だ。そうかそうか、気の毒にの。はよ戦がやんでくれんと困るな。兄貴坊は足軽に取り立てられ、姉川の河川で討ち死にしよった。そしたら弟坊主が兄貴の敵討ちじゃと言うて家閉じ出して、それきりよ。
どこぞでうちにしたことやろう。おじいは一人か。え、嫁と孫娘のちゃこと三人暮らしや。若いもんはどんどん戦に突破して死んでいきよる。残りもんは年寄りと女子ども。産んでなきゃ勝たんよ。お前さんを親残して死ぬ口じゃな。せいぜいやるもよかろう。若い時は二度でいいから。あ、命の方も立つとねえから気をつけた方がええぞい。おじい、桃か。うん。せがれが生きていてくれたな。どうか達者でな。めったに死なねえよ。長生きしてくれ。はい。あの、武田の馬場様の軍勢が戦をしたのはどのあたりでしょうか。尋ね人だね。はい。探したって無駄だよ。武田は負け戦さ。この先に残ってるのは死骸ばっかり。生き残ったものは夕べのうちにみんな落ちたよ。あたらの好きな人も死んじまったかもしれない。また新しく作りゃいい。本当に私あの人が好きだったんだけどな。責任のあるもんじゃ一人だ。それなのに俺はもう五人分ぐらいの穴掘った。感情高い男だな。そうよ。俺は転んでもただ起きん。それは夕べの亡者の鎧だな。さてはそれをどこぞで売り飛ばす気か。貴様は少し足りんな。鎧を売るつもりで亡者の担いで歩くバカはどこにいる。俺はな、この鎧をさらにこの俺を売り込むんだ。これから庭の陣に乗り込んで、この鎧を着ていた男の話はあることないこと喋りまくって俺を売り込む。ま、食い詰めたら庭のところへ俺を訪ねてこい。一緒に墓の穴を掘ったよしみで馬の靴ぐらい取らせてやるわ。
また会ったな。お前に会っても仕方がない。まだ尋ねるとは見つからんとねやるな。うん、そうだ、この道を急いで行ってみろ。名も知れぬ死骸を山ほど埋めてござるわ。ご兄貴様だ、私の探してる人は生きてるんだ。死なれてたまるか。おい、ハヤテとは刺したハヤテノスケのことか。え、知ってるのかい、ハヤテを。ん、知ってる。と言っても、昔のことだが。私の知りたいのは今のハヤテのことなんだ。しかし、一体、ハヤテはお前の何だ。命。命？あの人なしでは、生きてはいけないんだ。でも、あの人に会ったら生かしておけないんだ。待て、聞きたいことがある。たよ、女というやつだ。いや、お前は、ハヤテのどこが好きなんだ。そんなこと知るもんか。ただ。ただ？あの人の目を見ていると、あの心を縛っておきたくなるんだ。なぜ？あの人はいつも遠いところを見ている。何か高い山の上から遠いきれいな雲を見てるような目なんだ。多分女にはそれが恋しいんだろう。大した出世だ。長篠じゃよほど人殺しに精を出したと見える。相変わらず厳しいな。ところで今はどこのご家来だね。うん、二羽の家来だ。へえ、二羽長秀様。よれば大樹の影と申すが、今度の安土の築城で少し運が開けた。へえ、悔しなもんだな。いくら戦場を血眼になっても開けなかった出世の道が、石垣の石をコツコツ積み上げてるうちに自然と開けた。あまり自慢になる話ではないがの。いや、人殺しなどせずに出世できりゃそれに越したことはねえ。ところが総司、今度いよいよ丹波へ出陣と決まってな。丹波？相手はたかが丹波の山猿だが、今度こそ立場の十郎太男になるぞ。で、攻める城？目指すは八神だ。いや、因果だ。何？いや、夢。言ってもどうにもならんこった。いえ、かものことだな。俺としたことが、いい年をして、つまらない口を滑らせた。いえ、言わんのか。かのは一体どこへ行った？仕方がねえ。かのは丹波へ行った。丹波？それが、相手は八神の城の侍だ。三日前だ。長いこと丹波へ出稼ぎに行っていた研ぎ師仲間が訪ねてきて、その噂話にその侍の話が出た。八神の城がなかなか落ちないのも道理、旗野はいい侍を集めている。中でも能手の豪の者に早手と書いた旗差し物を持った侍がいる。そこまで聞くと加納の顔色が変わった。どこへ？丹波。
帰る。おいよ。何さやへんの。いや、ひどくうなされていた。それで。うなされてたって、教えてくれなくたっていいんだよ。眠りさえすりゃきっとこの夢を見るんだ。颯がね、高いところから落ちる夢なのさ。どうしたのさ、もっと言っておくれ。私は弥平次が好きなんだよ。弥平次はいつも怖い顔して黙ってる。なんだか大きな岩みたいだ。私はね、山にいる時よくそんな岩の上で眠ったのさ。見かけは怖いけど、大きな岩は優しいのさ。お、サイモン、どうした。どうした、サイモン。どうしたもこうしたもね、ひでえ吹きぶりだ。なんだこれは。女だ。それは、女は俺のもんだ。文句はねえだろ。を存じておるという。はい。わしは一向見知らんが。確かあの時。ん？小谷の城が落ちる前夜。何？小谷の城で？たった早手の助様、ご存じでございましょう。早手の助。そう申せばあの時、早手を訪ねて参った女中があったの。それがそなただった。忘れもしません。颯様はあの時、弥平次のような立派な侍を捨てて逃げられぬと。うん、颯はそう言ったか。そのために私は十郎太様と共にお城を落ちました。そうか。思えば一朝の夢、過ぎ越し方が思い忍ばれる。して颯は今伊豆国。八神の城にいると風の頼りに聞きまして。何、横見城に。そりゃいかん。え、横見城は小兄さんとの命だ。早く、危ない。城の人間はみんなこの霧に酔っている。霧に巻かれてこの小さな城だけが天下のような夢を見ておる。霧はいいな。見たくないものは隠してくれる。皮肉を言うな。我らの時いつまでもこの城が支えられるとは思っておらん。
城とともに何百という命の消えることも知っておる。しかしこの霧の中ではそれがまるで夢のようにしか感じられん。お谷が落ちる時はこうではなかった。城の中の命という命がわめき狂って、それこそ生き地獄だった。ところがここでは誰も彼も酔い心地で死を待っている。これでさえこの城を枕にうつらうつらと死ねそうだ。危ない危ない。明智の軍勢も丹波切りに酔ったかな。いや、あれは二羽の陣だ。明智は歌どころではあるまい。二羽を火星に繰り出したところを見ても信長の渋い顔が目に見える。一押し来るかな。うん、最後の一押しがな。どこ行く？お城だよ。何？城と？城へ何しに行く？会いたい人があるのさ。お前より私が何だか知ってんのか？明智様のお武家だろ？違う、庭の家中だ。貴様は我らが八神の敵としてここを通るとか。そんなことどうだっていい。私は八神へ行きたいんだ。ただそれだけ。生きるしか。美しいのにかわいそうだもんじゃ。待て。おお、待て。こすれて。まあ、いらん。近頃とんと物を言わぬ。坂本の富士の家を訪ねてからすっかり人が変わったな。ふん、女よ。ここへ出陣する前に祝言だけでもという腹で訪ねたらしい。驚いたか立花。この山奥でこのような美人をはべらして酒を飲む、まさに狐じゃ。こりゃ狐じゃ。丹波の狐は女子に化けるのが得手でな。俺はこの女を知っている。何？会えるのは会いたくもない奴ばかりだ。貴公たち、この女がなぜこの辺りをうろついているか知っているか？うん、八神に会いたい男がおるそうじゃ。しかしその男が何者か知るまい。それを知ってそのように落ち着いていられるはずがない。誰じゃ？ハヤテだ。ハヤテ、あの能手の豪の者か。しかし今や討ち取ったも同然だ。ハヤテがお前なんかに討ち取られてたまるか。種子島で討つ。お前をおとりにな。え、ハヤテならきっとこのおとりに引っかかる。それを一番よく知ってるのはお前のはずだ。あいつは羽もないのに山から飛ぶ。しかし、こら、貴様、長篠で何と言った？ハヤテに会いたい。しかし会ったら生かしておけぬと申したな。俺はその望み通りにしてやるのだ。
今のカブラヤは何だ。ヤブミだ。何と言ってきたんだ。すまらん。ヤブミがか。うん。また明智の泣き落としか。そのヤブミはお主のところへ来たんだ。おい、これだ。待て、四枚に話がある。お主、オレオという女を知っておるか。うん。その女が庭の手に捕まったらしい。そのヤブミはその女をおとりにして、お主を討ち取ろうという心が見えすぎておる。わしはその女とお主の因縁は知らん。しかし、おとりに使われるほど縁のある女なら、自分のためにお主が討ち取られるのを喜ぶとは考えられん。行くな。女はそれを祈っておるに違いない。早て、その手紙を読むな。早て、さっさと早瀬を出会え。早瀬、ヤブミの返答せ。島の用意はいいか。はよいか。俺がこの松明を早手に投げつける。その松明を目当てに撃つんだぞ。分かったな。はよし、行け。四方の山へ石山へ行くぞ。
子。もはやこれまでじゃ。雄一にしては雌雄やらにもすんまいな。八神の子にさらばじゃ。何を見てる？何も見えない。八神の落ちる音を聞いているのだ。八神に飛んでいきたい。羽が欲しい。どうした？俺をどうしたんだ？家中の者、敵図を追った主を守って大見え下る。とさり、怪しい者ではない。とさり。何？帰れ。せい、せい。ハハハハ。主を守ってという下の根の皮がのうちに。俺主を捨てて逃げおった。捨てられる主も主じゃが。お、十郎だ。何？十郎だ。十郎だ。しっかりせ。十郎だ。わかるか。早出だ。早出。重要だ。傷は浅いぞ。おりょ、何か切りを裂いてくれ。しかし、何をする？お前こそ何をするんだ？この傷はお前を狙ったための傷なんだ。こいつはハタイをおとりにしてお前を殺そうとしたんじゃないか。何？こいつはこのまま野垂れ死にゃいいんだ。自業自得さ。一人で足りない。しかし、どうしてくれよ。二郎だ。お谷以外のこの槍だ。帰れ。待て。待ってくれ。俺は、カノを思って、ただカノのために、犬のような真似をした。俺は犬だ。せめて犬らしく死んでやる。
これ。だから、颯。カノがどこにいるか。俺は今に死んでやる。あ、ジュロだ。ジュロだ。おい。非道らしい死に方じゃ。ジュロだ。ジュロだ。騒ぐな。カノの在りかは俺が知っている。何？お主は？おう、丹波じゃ。丹波。丹波も目と鼻の先じゃ。霧が晴れれば、この峠から望み見える村におる。弥平次、そのカノという女は弥平次が連れてきたんだね。怒るな。これも因果だ。怒りゃしないよ。ハヤテはもう諦めた。本当だよ。それよりも喉が渇いて死にそうだ。水か。うん。この下に死水があったじゃないか。あれを救ってきておくれ。弥平次のバカ、槍は置いていくんだ。槍を持ってどうして水を救ってくるんだ。一つ聞きたいことがある。当時のことだな。うん、聞いてくれ。俺も話したかった。あの朝、俺がお前の櫛を見てるところへ当時が入ってきた。俺はお前の親の敵に違いない。違う違う、早くてはあたいの命、それだけ。嬉しい。もうこれで覚え残すことはない。親分、どこへ？